ビニール袋着てみましたの巻。ケン動いて。だるまさんが転んだで子供相手に全力で挑むケンシロウ。だるまさんが転んだ。俺と二人一組を断る。ユダ、水没したスマホは二度と輝かぬ。あ、どうしたの？寒気がするんだ。あた、このラオウ、未だ愛を知らぬ。合コンでの自己紹介。おいもいっぱい惚れたか、ラオウ。あ、フォークダンスで余った男子。あったあげて、あった下げて、あった下げないで、あったあげない。泣いた。生まれて初めて俺は泣いた。カレーはできたが、炊飯器のスイッチを押すのを忘れていた。さようならをしたのになかなかエンジンがかからなくて気まずい。ケンシロウ、寿司屋でこっそり隣の客に皿を押し付ける。久しぶりに帰った実家で親父が LED に変えたリビング照明を猛アピールしてきた。めんどくせえ。結婚27年目の妻。ニトリにヤバいやつがいる。もはや俺に帰る道はない。迷子センターに面倒なやつが来た。サウザー、貴様の髪の毛一本もこの世には残さぬ。あ、終わった。ヒヒヒヒ、おとなしくしろ。やだ。自殺志願者を止めようとする善良な市民。心を震わせる光。部長にぶつかったらズラが落ちてしまったのでとっさに褒める。水はもらっていくぞ。ばあさん、その水飲んでみろ。世界に平和が戻り、浄水器会社の代理店に就職した訪問販売初日のケイシロウ。行くぞ2枚目。相田君、テスト中を静かにしなさい。担当食べと言いながら芋けんぴをアリの巣にぶっ刺してたら公園の管理人に注意された。わさび抜きを望んだのだ。絆創膏を貼る場所を盛大に間違える。人参、しいたけ、ごぼう。よっしゃ、まだ在庫ありました。あ、なんだ、後ろの岩が吹っ飛んだ。躍動感のある俳句。狩りを作りたくないのか。違う、これが北斗神拳剣士の戦い方だ。さすがは北斗の男、あえて誇り高き死を選ぶか。いや、選ぶかボケ。